ソロデビュー曲となる今回の楽曲は話題のアニメのオープニング主題歌。原作を読んでイメージが膨らみ、自ら作詞を申し出たそうです。瞳に映した乱れは日常、常識から勝手を押し出して慰めのようなつながり断ち切って、今日のゲストはこの方。高槻かな子です。高槻さんはアニメラブライブサンシャインなど人気アニメの声優さんとしても活躍されているんですよ。それはすごい。せっかくなので声優さんらしい声で曲紹介してもらっていいですか。はい、高槻かな子でアンチワールド聴いてください。それではヒルさん